あの昨日お話しした、ね、その脳科学の先生に教えてもらってあのイメージトレーニングっていうのをあのもっとみんな活用するといいんだよねってその人は言っててでこういう実験があるのね ABC って3つのグループにあの分けてピアノのレッスンをさせるであの、えー、初めにこう曲を教えるんだけどその後 A っていうグループは毎日2時間練習するで B っていうグループがきつくって B っていうグループはイメトレを2時間する毎日でしかも指を動かしてもダメ動かさずにこうやってイメトレしてる。 2時間、これ、俺絶対 B グループに入りたくないけど、<laughs> でこれ B グループで、C グループは何もしない、で一定期間たって、それで実際に弾いてみる、でそれをあのちゃんと、ね、こう計測するあの、カラオケの精密採点みたいなもんであの、どういうふうに指が運べてるかとか、どういうふうに音が鳴ってるかを全部計測して、でまあ、それ統計処理するで、そうして見ると、もちろん A グループが一番上手なんですよ、当たり前だけど。 でも A グループのパフォーマンスが10だとしたら B グループは6ぐらいまでいっちゃうんだってイメトレしかしてないのに。でトップアスリートとかめっちゃイメトレするわけ当たり前ですけどなんでかって言ったら練習ばっかりしてたら体壊すしね練習をめちゃくちゃすることがベストを作るわけじゃないからだからイメトレは6割方しかあのパフォーマンスないかもしれないけど空いてる時間にとにかく移動中だろうとかなんだろうがずっとイメトレする。 でイメトレして作ったものを実際にやってみてでまたイメージを修正してイメトレしまくるでそういうことをしながらやっぱり自分のパフォーマンスのこの神経回路だからね全部ね神経回路をやってるわけだから脳の中の神経回路を作るで実はコーチングはイメトレを徹底活用した方がいい何でかって言ったらコーチングは反復練習が効かかかないからわる相手の反応が毎回変わっちゃうから反復練習が効かないから実は実践練習だけやってても学習が起きにくいの。 同じスキルを同じように使えるわけじゃないから定着しにくい。でだとしたらどうしたらいいかっていうと実はイメトレをして実践の6割かもしれないけどイメトレの活用でイメトレで反復練習することで技術が身につくんですよ。でそういう発想をした時に人間って上達するんです。で実は基礎トレみたいなものもあるわけあのプロ野球選手だって何だってねそのキャッチボールから始める。あの 僕もトップアスリートとかねトップレベルのパフォーマーってあの仕事から何人も何人も会ってるからあの世界的な人も含めてねでそうするとやっぱりね共通してやってるのはイメトレとめっちゃ基礎練ですよねバカみたいな基礎練基礎技術の鍛錬確認とそれからイメトレでもちろん実践的な練習もするけどでも想像をはるかに超えてイメトレとそれから基礎練が多いですねでそんなことはプロの世界では当たり前かもしれないけど我々もっとそこを学んだ方がいいで 基礎的なことをやるで。基礎的なことって何かって言ったら自分のねあの、まあ、そういうこともこの後お伝えしますけどあの聞き方とかね聞き方の練習とかその聞いてる時の自分の状態のコントロールとかね相づの打ち方とかねベーシックな質問とかそういうことはきっちり練習するそのランニングするとかキャッチボールするとかパスの練習するとかと一緒だからであとでも実践練習になっちゃうともう実践すぎてぐしゃぐしゃになるからだから例えばイメトレをしっかり使う。 すごいベーシックなやり取りみたいなものっていうのをクライアント役コーチ役になって練習してみるとか繰り返しそれをやってみてクライアントにヒットするような言い方をするとかねいいタイミングで言うとかっていう練習をこう繰り返すわけでそういうのの素材として例えば私とマリちゃんがやってるみたいなものをこう活用してねでもう頭の中にそれを覚えちゃうぐらい数分間ぐらい覚えちゃうぐらいとにかくそれやり取りするみたいなのをやるとあコーチってこんなふうにしていくんだでそういういこととができると私の例えばやって。るビデオとかを見ながらも 自分がイメージしながら自分がコーチングしてるようにとかそれからあと自分が私のコーチングを受けてるようにみたいな見方をしていくとどんどん脳の中にコーチングを受けるやるっていうことに関するイメージの回路ができてくるからでそういうことをやらずにやみくもに練習だけしてても実はうまくなりきらないわけで実践練習をやりましょうっていうことも言います何でかって言ったら結局イメトロはイメトロにすぎないからで実はコーチングはあの いろんなスポーツより難しい側面もあってそれはもう毎回条件が違いすぎるからだからあのなかなかその実践練習でこう学んでいくってことが難しい側面もありますだけどもやっぱり実践してその違いに対応できるようにならないと私があのえー、ゴルフやってるとね練習場ではすごくうまいけどあのラウンドに行くと <laughs> 途端にガタガタに崩れる人っているのねでなんでかって言練習場は環境が一定だから。 でもあの実際にゴルフ場に行ったらまっすぐなね平らなところから打てるとかね同じところから打てるっていうことは一回もないんですよ二度とないわけでだから実践練習するしかないのコーチングはだけど実践練習だけでは実はあまりにも変化が多すぎるから我々は効率的に学習できないからイメトレも入れるでベーシックな力は基礎トレでちゃんと作っていくっていうことを組み合わせた時に最速で上手になるから。